皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はアベンタドールマンソリーの続きをお伝えします。あ、これですか。これはですね、何でもかんでもブラバスのパーカーで紹介してたら、マンソリー紹介するときはちゃんとマンソリー着なさいっていうコメントいただいたんで、買いました。ただこれもですね、ちょっといろいろ事情がありまして、一回買ったらなんとピチピチでもうこんな状態で、はい、買い直してようやく届きました。そしてこちら1万9000円でモンズショップ各店で販売中ですので、欲しい方いらっしゃいましたらぜひお声掛けください。かっこいいでしょ。カメラマンがうんうんって言ってくれてます。はい、こんな感じで各色あります。他にもいろいろ上下のスウェットとかもあるんで大丈夫、ネット通販みたいになってるけどテレビショッピングみたいになってますけど、まあ、そんないろいろグッズもマンソリーあったりします。そして、まあ、そんな僕のどうでもいい話は置いといて、こんな感じでアベンタドール大体完成しました。そしてちょっと、まあ、完成したら全部詳しくご紹介しますんで、まあ、ザザザザっと前回りはこんな感じで、下回りの形がちょっとアグレッシブになって、特にこの横の形とかちょっとなんか SV とまではいかないですけど、ちょっと S のシンプルなスタイリングがちょっとこうアグレッシブになった感じですかね。そしてこういったちょっと小ぶりなパーツも、これ最初合わせた時はちょっとしたパーツかななんて思ったんですけど、結構変えると見た目の印象が違うという、これ今磨いてる最中みたいです。そして横サイドスカートと、ここはやっぱりかなり主張が激しいですね。そしてあともう一つ、ここも割とちょっとしたパーツかななんて思ったんですけど、ここ変えるともう全然横のシルエットが違う。この上もですね。また今回この青っていうボディカラーがちょっとカーボンパーツとちょっと相性いい気がします。かなり映える、そんな印象です。そしてやっぱりエアロがついて、ちょっとこうボリュームが出てアグレッシブなスタイリングになったんで、やっぱりちょっとタイヤホイールのこの純正の引っ込んでる感じがより気になるようになっちゃったんですけど、ご安心ください。はい、ここはちゃんとしっかり変えるみたいです。この辺次回お伝えしたいと思います。そして前回ちょっと内緒ですなんて言ってたんですけど、キャリパーはなんとプラッティングシルバーに塗っちゃいました。これはちょっとこの後はめるホイールにも期待じゃないですか。こんな足元になってます。そしてですね、リアはこんな感じでウイングが、まあ、純正の羽の上にそのままドーンってつく感じでつきました。特にあの S だとウイングないんで、こう出てくるタイプのウイングなんで、この辺リアの印象かなり変わったんじゃないかなと思います。でこっちの下回りもなんと全部カーボンっていう恐ろしい造形をしております。いやー、かなりかっこよくなりましたね。これは本当にホイール履くのが楽しみな感じになっております。はい、そしてウイング取り付けがどうなってるかと、この辺の事情をちょっとご覧いただきたいと思います。ウイングはですね、なんと穴を開けてこんな感じで専用のステーですかね、ついてくるんで、それで取り付けがされてます。もうアベンタドールのウイングに穴を開けるなんてドキドキだと思うんですけど、しっかり穴を開けてバッチリ、もうこれ取り返しがつかないんで、ドセンターか曲がってないかとかちょっとドキドキしそうですけど、もうバッチリな角度でついております。でこれあの純正のウイングがこう上がるようになってるんですけど、その上につけてもうその機能そのまんまに今回してあるみたいです。っていうのはなんかその熱の関係でこう上がんないとここから熱が抜けないんで、まあ、殺しちゃうと特に夏場の日本なんかだと問題が出る場合があるらしいんで、まあ、今回そういう風にしてあるみたいです。でもう加工次第では上がらないようにもできるらしいんですけど、まあ、その辺は要ご相談っていう感じみたいです。はい、こんな感じのド迫力のリア周りになっております。はい、そしてこっちもせっかくなんで紹介させてください。これ実は僕の職場ラガーコーポレーションの営業者なんですけれども、ボンドボディのラッピングの練習台として今フルラップされております。もともとこのブルーだったんですけど、なんとマットグリーンに全部フルラップ中でございます。でミラーはこれマジョーラかな、こんな感じ で今職人さんがいろんな車に貼れるように経験値を貯めてますんで、まあ、ゆくゆくはもう超複雑な造形の車とかにもラッピングできるんじゃないかなと思います。お気軽にラッピングもボンドグループにお任せください。そしてラッピングといえば、まあ、言ってもそのラッピングいろいろどこまで貼るかとかあると思うんですけど、もう究極綺麗に貼るとなると、もうどこまで分解するかになってくると思います。で、まあ、もちろんこちらの車は全部このドアノブも取り外して貼ってるんですけど、こっちはこっちでまた別に貼ると。で貼り方もこう巻いちゃうと結局シワが寄ったりだとか
剥がれてきちゃったりするんで、このこっち側と、あとおそらくまだ作業してないんですけど、こっち側を別張りして重ねてつなぎ目を見えなくするんじゃないかなっていう。だからこれ見ていただけると、ここだけもう触らないとわからないぐらいのぴったりサイズでここだけ貼られているという、こんなテクがあるんですね。こんなことをやっております。でこっちのガーニッシュもおそらく分解されてるんで貼られるんじゃないでしょうか。でおそらくこの中もへこんでるんで、ちょっとこの辺貼り方が難しいと思うんですけど、この辺も多分全部フルラップされるんだと思います。こんな感じで見えないところも全部だ、一枚張りこの辺だとちょっとできないんで、多分その辺の関係もあると思うんですけど、まあ、しっかりやったらと、こんな感じでございます。あ、これがちょうど貼ってる最中じゃん。ほうほう、まあ、これ本当に思いっきり貼ってる最中ですけど、これ多分こんな貼ってあるよ、まあ、そんな見えないところでもいろいろやってるっていうことみたいです。はい、というわけで今回はアベンタドールマンソリーの続きをお伝えしました。次回いよいよおそらく完成になるかと思います。まあ、ホイール履いてすごくかっこよくなったのを詳細全部ご紹介したいと思いますので、ぜひご視聴ください。そしてですね、なんとびっくり、もういよいよ完成っていう状態なんですけれども、なんともう1台アベンタドールマンソリー決まっちゃいました。ただそれはもう結構マンソリーのパーツがもうついてて、さらにバージョンアップっていう感じみたいです。でちょっと多分これと入れ違いで入ってくる感じになると思いますので、それもタイミングが合えばお伝えしたいと思います。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。